こんにちは。この番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信しています。巷で話題になっているニュースや気になる健康情報を考察するコーナー、わしニュースです。よかったらチャンネル登録お願いします。 YouTube では言えない健康情報の裏側や体の使い方、意識の使い方の奥深い話は無料のメルマガでさせていただいているので、概要欄からメルマガの登録をお願いします。じゃあね、はい、あの今日は、はい、あの最近 Twitter や YouTube 界隈で話題になっているホリエモンと瀬尾さんっていう、はい、なんかそのホリエモンがなんかあの歌を作ってるみたいで、うんうん、それのなんかその PV と か、 なんかミュージックビデオを作ってる人なんかな、うん、なんかその人とのバトルがあって、はい、でそういう作品を一緒に作ってたのに、まあ、絶縁状態になってるね。もう、そう全然もう、そうホリエモンからホリエモンから絶縁状態になったと。でその、まあ、あのツイートをね、うん、瀬尾さんが発信されてたので、それを読み上げますね、はい。ホリエモン&瀬尾は解散となりました、うん、理由は私がワクチンを打っていないから、ホリエさんはそれが許せないそうでブチ切れで、絶縁すると。尊敬するホリエさんですが、そこまで個人の行動を合わせることはできないので仕方ないです。ワクチンって個人の判断のはずですが、実態は違うんですよね。マスクと一緒やっていう、うん、ツイートが、瀬尾さんが発信したことによって、その前に、ホリエモンがね、自分のフェイスブックでももう二度と関わらんとか絶好やみたいな、なんかちょっとそれっぽいことを返したい。それが瀬尾さんっていう人だったよね、はいはい、でそれが今こう結構バズってるよね、うん。まあ、今日の目次としては、うん、このホリエモン VS、瀬尾が解散した理由と、うん、で、ホリエモン、批判に対する YouTube を更新した、うん、で、予防普及公、協会の利権が絡んでんじゃないかっていうことが、うん、その金儲けてんちゃうかっていうことが Twitter の人たちが結構騒いでんのよ。でそれについてと、あとは箕輪康介さんと、うん、立花隆さんのツイート、うん、だからワクチンを打ってない人とはもう関わらへんって言ったわけね。ほんなら箕輪さんと立花隆さんは自分たちがワクチン打ってないってことを言ってんのよ。ほうほう、その距離の人はどうなんのっていうので彼らがツイートしてるんで、そのツイート、はい、で、古舘伊知郎さんとホリエモンが、まあ、最近ちょっとバトってて、うんうんうん、で古舘伊知郎さんとも仕事をしないホリエモンテーマと、最後はホリエモンの投稿に対する視聴者の反応というのを紹介していきたいと思います、うん。面白そう、はい、そこまでなんか抜粋されてなんか面白い、うん、面白い、はい、で最初のねホリエモンと瀬尾が解散した理由なんですけども、うん、瀬尾さんがねワクチン未接種だったから、ホリエモンはフェイスブックで、うん、一緒に仕事してた人が新コロナワクチン打たずに2回もまあまあひどい症状になっているのを知って愕然としていると。それでも打たないって頭悪すぎ、社会悪、当然縁を切ったと投稿し、それに対して瀬尾さんがハラスメントに反対しているという、まあ、そういう構成ということですね。社会悪、社会そこまで当然縁を切ったっていうコメントやったんですね。で、それに対してツイッターで結構、まあ、瀬尾さんも自分が投稿してはったんで結構な投稿の数をしてはったんよ。でそれに対して応援する声とか、多分ホリエモンに対する批判とかが結構いったと思うんだよね。でそれでホリエモンが自分の YouTube を更新して、改めてワクチン接種を推奨したんです。でその内容を簡単に抜粋すると、予防および、重症化の、予防、感染拡大防止に明確に効果があるとされているものはワクチンしかない。でマスクや行動制限のような同調圧力はやめていきましょうと。ホリエモンはマスクは反対派ないで、行動制限も反対派ない。だからマスクしようとか、その自粛や外出すんなっていう同調圧力はやめようって言ってんね、うん。
ここから言ってるのが、ワクチンを打つ打たないは個人の自由だなんていう人は社会からいなくなってほしいと思います。めっちゃ怖いで、インフルエンザワクチン、サル痘ワクチンも積極接種を推奨する、うん、まあ、そういう方針なんですね。行動制限はしないけどワクチンは最低限打った方がいい。もう打たないと社会から、ね、いなくなってほしい、へーっていうことを言ってるんですね、うん。で、そういう、まあ、ホリエモンの発言に対してツイッター界隈でこう話題になってるのが、予防普及協会の利権なんちゃうかと、うん、だからよく、ワクチン推奨派の医師たちがなんかその裏からね、その、まあ、国からとか、お金もらってんじゃんのっていう、ことを言う人もいるんですよ。で、実際もらってる人も多分いるんですね。で、ホリエモンはその一般社団法人、予防普及協会を立ち上げて理事として、その予防としてのワクチン接種を普及していると。ただ無給なんですね。で、僕も長くホリエモンを見てきて、そのチェックをしてたんですよね。もともとその予防普及協会を立ち上げたっていう感じの、その辺もちょっと知ってるんですよ。で、ツイッターで批判している人の指摘はおそらく間違いで、ホリエモンは一般社団法人でお金を稼ごうとはほとんどしてないはず、うん、ただ文明の英知っていうのもとことん信じてるんですよ、うん、だから mRNA ワクチンっていうのは、その最先端の素晴らしいワクチンだと、うん、ということで、その素晴らしい文明を自ら進んで打ちたいって言って、自らは3回打ってあるんですね。だから、その打たないなんて選択肢はありえない。だから予防普及協会の理事という立場で利権を得ているという陰謀はやめた方がいいと思うんですね。そこに対する批判はおかしいですね。ホリエモンはそれで利権得てないから、うん、で、もともとその自然派、例えばアーユルヴェーダとか、例えばそのベジタリアンとか、まあ、そういう人いるよね。あれ、ホリエモンは嫌いない、そういう人のこと嫌いない、文明大好きな、文明テクノロジー、うん、人間の知恵の英知みたいな、うん、ところに、まあ、信用してはるんやろね、うん、そっちをね、うん、だからそういう伝統的なもんよりも革新的なこと、うん、なるほど。だからこういう、こう争いですよね、今起こってんのが。確かに。だからリベラル左側と、うん、まあ、右側保守、伝統を守るっていう自然とか、うん、そういう人と新しいものをどんどん取り入れて、どんどん革新していこう、文明が素晴らしいんだっていう人と、その自然やその伝統が素晴らしいんだ、今までのものを大切にしていこうっていう人と、もう捨てりゃいいんじゃん、新しいものでいいじゃんっていう、そういう発想との多分ね、大きい、そういう戦いになってる。バブル組がそうなってますよね。そう。で、ちなみにどっち派ですか。僕は、右寄り。私も右寄りですね、うん、だから、真ん中、基本真ん中ない、うん、真ん中よりちょっと右、うんうん、それをやっぱ今の時代左に偏りすぎてるなって思うんで、もう少し僕は自分は右にもうちょっと寄ろうと、うんうん、改めてなんかその右側のなんか保守的な伝統を守るとか自然がとか、うん、その心の豊かさがなんかもっと感じられるようになってきてるんでね。ただ世間が、周りの人がその文明ありきの、まあ、依存的な、うん、なんちゅうの、そのところに頼り切っちゃってるから、うん、今更じゃあ自然をって言った時に全部金で回る、うん、金で回る方やこっちは、うん、でもこっち側は金であんま回らへん方やね、ってなったらなかなかこう世間とのバランスを取るのは難しいなと思うけど、まあ本人一人一人がそのどこでね、うんうん、バランスを取るかですよね、うん、そう、ね、だからそれをね、うん、そのもう文明の人とは関わらへんとか、うん、自然ばっかりいる人とは関わらへんとか、無理ですもんねっていう思想はね、ちょっと怖いなと思うけどね、うん、で、今度は箕輪厚介氏と、うん、立花隆氏のツイートですね、うん、で、すごい近い距離にいるわけですよ。で、箕輪さんは最近ちょっとこれね、言うとね、ピンになっちゃうかもしれないんであれなんですけど、うん、NHK 党で当選した、うん、カタカナの議員さん、いませんね、
そう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 。で、あの人の本を出して、うん、まあ、ベストセラー1位になってる、うん、まあ、その箕輪さんも、うん、これ本当近いんでね、距離がね。で、彼が投稿したのは最近ね、うん、あと僕は毎日のようにワクチンを打ちたいと思っていますっていうことをツイートしたんですよ。マジでも神だみたいな、ね、で、以前はごめんなさい、コロナワクチンを打ったふりしてましたが実は打ってません、うん、ちなみに一度もコロナかかってません。海外行きたいのでワクチン打ちたいのですが今から1回目って何をすればいいのですか。このようなツイートをされてたんですね。ってことはみんなにバレたわけです。その打ったふりしてました。多分ちょっと調子乗っちゃってちょっとサービス精神で公開しちゃったと思う、ね、それに対してちょうど瀬尾さんとフレモンが揉め合ってたから、あ、これはちょっとちょっとやばだって。だからあと僕は毎日のようにワクチンを打ちたいと思っています、うん、っていうのをこうフレモンから突っ込まれる前に多分自分から投稿しはったと思うんですね。で、その中身は分かんないですよ、うん、分かんないけどそういう事情だと、うん、じゃあどうなった立場の高橋はどうなんだと、うん、ね、うん、その距離近いじゃないかって言った時に、うん、もう立花さんはさすがね、うん、こうツイートしました、うん、私はコロナワクチン打ちます、うん、接種券を紛失したので再発行待ちですが必ず接種します。理由は昨年6月にコロナに、罹患した際ドクターに大変お世話になりました。私はドクターを信用しています。そのドクターにワクチンを打った方が良いと言われているからですとツイートされました。ということでホリエモンと距離の近い人が打ってると打ちます、うん、2人とも打ちますっていう宣言をしてるわけです ね、うん、ね、で実際どういう打ちましたなんか、うん、ちょっとまだ、まだまだ準備中ですっていうかそこは分からへんけれども、まあ、今そんな感じで、うん、近い距離の人はそう視聴者が見守ってるんだよ、うん、今こすけどうした、うん、その気になりますもんね。そうほんでなんでこうなってるのかっていうと、うん、例えば古舘伊知郎さんとこの間そのバトルをし合ったとこやったよね、うん、でその時に古舘伊知郎さんは自身が3回接種されてるんだよ、うん、3回接種されていてやっぱり疑問やと、うん、だから4回目は接種しないとコメントしたんですよ、うん、ね、で誰かがケンさんっていう人が、うん、古舘さんとも仕事できないですねでホリエモンに言ったらホリエモンがですねって返したんですよ。っていうことはワクチン接種者でもワクチンを打ち続けない人とは関わらないっていうのがホリエモンのスタンスなんですよ。じゃあもう4回とか5回とか6回とか出たら、うん、全部打ち続けてないと仕事はしない、うん、絶対するんじゃないかな全部ですね厳しい分からんけどその今そう言われたからカッカしてそう言っちゃってるのかもしれないけれどもだからその辺はそのホリエモンの性格を分かっている多分箕輪さんとか立花隆さんはこれホリエモン感情的に多分ぶち切れるから、うん、そのなんかうまいこと立ち回ろうっていう風にやってるのかもしれないね、うん、っていう感じでその今ねワイドショー的な話だけれども、うん、まあ、そんな感じで、まあ、みんなが結構気になってるところだと思うんでこんな感じで今揉めてるという状況ですね。で、そのホリエモンの投稿に対する視聴者の反応、うん、だから基本ホリエモンの動画を見てる人っていうのはやっぱりホリエモンのことが好きでホリエモンの言うことが勉強になると思って見てる人が多いわけですね。で、まあ、コメントをちょっと読んでいくと、はい、同調圧力はやめましょうという割に、うん、ワクチンは打てといい圧力をかけてくる、さすがですとか、さすがですなやつは同調圧力はやめましょうって自分で言ってんのにマスクとかやめてくれと同調圧力はなのに、ワクチンは打てといい圧力をかけてくる、さすがです、うん、今回の炎上はいつもと違う感じが、していたのでこの動画を期待していたのですが、反ワクを納得させるだけのことを科学的根拠に基づいて言ってほしかったですねっていう、うん、結局感情論なんちゃうかという人であるとか、ホリエモンの話も考え方も尊敬できるところたくさんあるだけにこの件に関してだけは残念でしたとか、同調圧力はやめていきましょうって言ってるそばからワクチンは打たない人間は社会からいなくなってほしいはクソと笑う笑うっていう感じで、ホリエモンの言ってること自体は
納得することは多いけれども、今回の件に関しては点々点っていう人が多かったって感じですね。まあ、視聴者の中でも、うん、そのワクチンに対して、うん、あのまあ打ってない人もいるから、うん、余計にそういう反応があるんでしょうね。そうね、だからそういう意味では視聴者のリテラシーは高いというか、うん、単純にホリエモンが言ってるから全部賛成っていうことではなくて、うん、それはだからまともな視聴者を育てたっていう意味では、うん、ホリエモンは素晴らしいと思うねんね、うん、でホリエモンの、まあまあ、だから信者化せず、うん、その自分の頭で考えるコメントっていうのが、まあ、目立ったなと、うん、素晴らしい、ね、そこは素晴らしいなと思うんですね。これ、まあ、今日のこの揉め事を初めて知ったと思うんだけど、初めて、それは初めて知った、うん、けどなんかよくありそうでしょ。はい、よくありそうで、彼の場合は極端やから、うん、極端やからこういうふうにわーっとなんでね、人気炎上してそうそうそう、多分、ワクチン推奨派の人が言いたいことをホリエモンは多分代弁してんのよ、うん、でもその反枠の人はホリエモンがどういうんやろうっていうのを見守ってるわけよ、うんうん、で今こういう分断が起こってる状況でどう感じました？打ってる人が悪いとか打ってない人が悪いとかじゃなくて、うん、やっぱりその、まあ、中間、うん、バランスでこうどっちもまあまあいいんじゃないっていうのが一番私はいいかなと、うん、あ確かにね、なんかそこをこうじゃないといけないってなっちゃうと、うん、なんかこうしんどくなっちゃうので、うん、まあ、それもありだしこっちもありだよねぐらいな感じで私は言うと、うん、だからワクチンを接種しようっていうのは極左って言って、その左側に寄りすぎ、うん、で、四面派、うん、で反枠で絶対にあかんって言ってる人は極右やね、うん、で僕個人としては極右でありたい、うん、極右でありたいけれども思想としては多分真ん中で、うん、その自分は打たへんけれども別に打ってる人、うんがなんかその文明の英知を信用してチャレンジしてみるとか、うん、っていうことはまあまあ別に自分の好きなようにすればいいんちゃうっていうスタンスでしょ、うんうん、そうですね、多分近いと思うねんけれども、まあ、あの皆さんはどうでしょうか、うん、だからただね、その打たない人の論理からしてみるとシリングってあるよね、うん、だからシリングが怖いっていうふうに言う意見もある。打った人からしてみると打ってない人は感染を拡大するんちゃうかとも言われていると。じゃあそこで、まあ、参考になるのは多分データ統計データもうただまだねだいぶ出揃ってきてるけれども、これも操作が入ったりするから結局はみんなの信念になっちゃうのかなと思う。そうですね、数字はどう変えられてるかわからないところもありますね。だんだんそれが明らかになってきてるでしょ。なので、こっち側が、まあ、どういう、ね、結論を出すってことはないんですけれども、おのおのなんかその考えるきっかけになればなと思って、今日はこういう話をさせてもらいました。この番組が面白いと思われた方は、チャンネル登録お願いします。いいねボタン、応援。お願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。